どうも、わたくわです。今回は、こちらのね、ボトル、大クワガタのね、ボトルになります。掘り出していきましょう。それじゃあね、こちら、大クワガタのボトルを掘り出していきたいと思います。これね、やばいんですよ。やばいんですよね。10月、このボトルは10月の、14日に、一例予中投入して、今日はね、もう3月の23?24? 半年放置しちゃったっていうね。マジでね、あんまりね、真似してほしくないような、ずさんな管理をね、今年、大クワガタ、やってました。まあ、今回の動画は、管理を怠るとね、どうなるのかっていう、動画になります。とりあえずね、今回、まあ、ボトルね、5本あるんで、掘り出さないとやばいんで、掘り出していくっていう感じの、感じですね。やっぱね、半年も放置そう。あ、見えてるな、これ。サナギですね。サナギをね、傷つけないように。手袋だ、手袋。よし。出た。こちら、大クワガタのサナギです。今回ね、これなんでサナギで掘り出してるのかっていうと、まあ、禁止瓶ね、これずっと放置してて、もう、一例用中の状態で、この 800ml のボトルに投入して、もう半年放置しちゃったらね、もう中が劣化がすごくて、ボトルの中の環境もかなりね、悪くなってて、例えばね、このボトルなんか、今、ボトルの底に溶質作っちゃってて、で、そこに作るとやっぱり浮化不全のね、危険性とか結構あるんで、まあ、なるべくね、浮化にね、失敗しないために、ここで掘り出すっていう判断を行ってます。まあ、本当はね、もうちょっと早くね、ボトル交換してね、最低でもね、ボトル2本くらいで管理した方がいいんですけど、今回はサナギを掘り出して、これをね、人工溶質に移すっていうことをね、やっていきたいと思います。とりあえずね、この個体の人工溶質、ささっと作っていきましょう。用意するのは、まあ、人工溶質の作成動画は、過去にもね、何度も、まあ、やってるんで、そんなにね、変わらないんですけど、最近ね、ちょっとこのダイソーで売ってる、フラワー吸水スポンジが、ちょっと規格がね、小さくなったんで、それだけね、ちょっと、注意していただけたらなと思います。これを、大体大まかに半分くらいに。よし、カットして、ここをね、スプーンで、まあ、溶質の形になるように掘っていきます。このくらいね、結構雑に掘ったら、あとはね、指で、こう、擦って、こんな感じでね、サナギの部屋、溶質の、形を整えてあげたら、こちらのね、まあ、容器。今回ね、クリアスライダーに、人工溶質入れて、水をね、適量。結構多めに入れちゃ、このくらい入れちゃって、結構ね、水分吸ってくれるんで、ちょっとね、水分吸うまで待ってあげて、こんな感じですね。これでね、クワガタの人工溶質完了なんで、先ほどのね、こちら掘り出したクワガタのサナギを、ちょっと置いてあげます。こんな感じですね。これで、蓋をしてあげれば、この状態で、乾燥と、あと、衝撃とかを与えないことと、あと、温度管理ね、温度変化あんまり、ないような場所で。で、特にね、サナギから成虫になるときって、温度低すぎても高すぎても、結構ね、浮化不全の原因になったりするんで、大クワガタの場合は、22度から25度くらいのね、温度が、やっぱりね、適してると思うんで、そのくらいのね、温度で、静かなところでね、成虫になるまで管理してあげるといいんじゃないかなと思います。まあ、サナギの期間はだいたい1ヶ月前後だと思うので、そうですね、この個体もまあ、サナギになってからね、そこそこ日が経ってる感じだと思うんで、1ヶ月以内にはね、成虫に浮かしてくるんじゃないかなと思います。は
はい。で、まあ今日1匹目こんな感じなんですけど、今日ね、掘り出すボトル4つ、全部掘り出さないとやばそうな大久保方のオスのサナギなんで、本当はね、掘り出さないのが一番なんですけど、今回ちょっとね、管理不足により、マジでね、掘り出さなきゃいけないような感じになっちゃったんで、皆さんにはね、本当にこうなってほしくはないんですけど、こうなった時には掘り出さないといけないよっていう、反面教師的な動画を、やっていきたいと思います。じゃあね、あと、4匹ね、大久保方のサナギ掘り出していきましょう。次はね、こちらの、ボトルを掘り出していきましょう。これはね、去年の8月3日、去年のね、夏頃ですね、二霊幼虫を投入した禁止瓶のはずです。禁止瓶だったのが、もうね、やっぱ、さすがに半年も放置するともう全部菌糸を食べて白いところが残ってないような状況で、さらにやっぱりね、放置を続けると今ね、ここ中がね、空洞になって、ここでね、サナギになっちゃってます。こうなる前に冬のうちにね、一回ボトル交換するだけでね、だいぶ変わってくると思うんですけど、そこからね、さらに放置するとボトルの乾燥化も進んでしまって、今ね、ここに溶質作って、サナギにはなってるんですけど、結構ね、その溶質もうまくマットがね、乾燥しすぎてうまく作れなくて、いびつな形のね、溶質を作っちゃってるんですよね。この状態でやっぱ放置すると、羽化不全の危険性が結構ね、あるんで、今回ね、これも掘り出さなきゃ、やばいやつですね。ああ、やばい。もうね、溶質の形じゃないですね。マットも本当にボロボロで、よいしょ。いや、かろうじてね、サナギはしっかりね、サナギ溶化はしてくれてるんですけど、危ない状態でしたね。これ見るとわかるんですけど、中もこれ溶質の形をしてないんで、どうしてもこのまま放置しちゃうとさすがにね、羽化不全になっちゃうってことで、まあ、ここまでね、放置すること自体結構まずかったんですけど、これちょっとでかいな、このサナギもね。人工室に、よし、こんな感じで管理していきたいと思います。次のボトルはこちらですね。こちらもね、同じく8月の3日に、ボトルに投入してからずっとね、放置してて、こちらはね、ボトルによってもね、その水分の吐き具合が全然違くて、このボトルはどちらかというとね、乾燥するよりも中でね、なんか劣化が進んでベチョベチョになったっていう、ボトルになりますね。同じように管理しててもやっぱボトルごとでね、結構状態が違ってきて、これはね、今ここでね、サナギになってるんですけど、これもね、溶質が結構ね、劣悪な環境になっちゃって、そこからね、サナギが見えるくらい、やっぱボトルの底に溶質作ってるっていうのもまずいんですけど、劣化も手伝って結構ね、その湿度過多というかベチョベチョの状態なんで、これもね、放置すると本当にね、羽化不全の危険性があるので、まあそもそもね、ここまで放置するのがマジでね、やってはいけないことなんで、こうなる前にそもそもボトル交換をするべきなんですけど、あー、これやばいな、サナギも、サナギ自体も不具合がありますね、これ。ちょっと、やばいな。あー。そう、まあこれちょっとね、ほんとどうなるかわかんないんですけど、顎ずれがあるのと、こっち側のね、サナギの羽の形成がうまくいってない、いびつな形になっちゃってるんで、このサナギは、もう、うまく羽化できるか、正直わかんないですね。一応ね、人工溶質に、よいしょ、そっと、入れてはあげるんですけど、やっぱりね、ボトルをそのままにしておいて、中のね、環境がどんどん悪くなっていくと、サナギになった時にね、うまく溶化できなかったり、溶化できたとしても、やっぱ成虫になった時に、不全になっちゃったりっていうことがね、よくあるんで、そうですね、ボトル、大クワガタやっぱ、一本羽化は、あんまりおすすめしないですね。次は、こちら。これはね、やばいですね。これ、9月の、8日に、このね、禁止瓶の中に入れたんですけど、もうね、全部、禁止を食い上がった後に、このね、多分ね、禁止もかなり乾燥して、これ、
もう溶質もうまく、多分ね、マットがね、サラサラすぎて溶質もうまく形成できなかった結果、マットの上に出てきてサナギになったっていうね、結構やばいボトルになります。でも、かろうじてね、しっかり、立派にね、サナギにはなってくれてるんで、このまま放置すると本当にね、やばかったかもしれないんですけど。こちらですね。しっかり、ね、人工室に移して。よいしょ。こんな感じでね、管理していきましょう。本日ラストは、こちらのボトルです。これも、去年の8月から、3月までね、ここでね、サナギになってるんですけど、もう、やっぱ見る限りね、この、中空、ボトルのね、真ん中あたりが、かなりね、広くて、歪な溶質になってます。ちょっと、ね、明かり照らすと分かりやすいかな。こんな感じ、もう、溶質の形をね、してないですよね。で、もちろんね、やっぱ禁止瓶、放置しすぎてるんで、中はこういう、結構ね、マットの状態も悪くなってるんで、やっぱね、このままだとうまく羽化できるかわからないんで、掘り出さなきゃやばいんですよね。出ました。あ、でも、サナギ自体はね、うまく溶化してくれてますね。人工溶質に、こんな感じで、ということでね、まあ、今回は、半年くらい前にオークワガタのね、冷凍中とかをね、投入した 800ml のボトルを、まあ、約ね、半年くらい放置した結果、サナギになってる、こちら5匹をね、掘り出して人工溶質に移すっていう動画になりました。まあね、オオクワガタね、今回ちょっと放置してしまって、こんな感じの結果になったんですけど、なんとかね、サナギを掘り出せたので、この5匹中ね、4匹は、このままね、人工室で管理すれば、まあおそらくはね、しっかり成虫になってくれると思うんですけど、やはりね、ちょっとこちらの1匹については、サナギになった段階で、やっぱり形がね、いびつな、多分、溶化不全ですね。うまくね、サナギの形を形成しきれなかったっていうことが起こって、やっぱりね、禁止瓶放置すると、本当に、まあ、こちらね、ボトル3本あるんですけど、こんな感じで、乾燥化が進んで、カラカラになって、このボトルなんかはね、ボトルの上で溶質になっちゃったりとか、中には、こっちみたいにね、マットの乾燥が原因で、うまくね、溶質を作れないこととかもありますし、逆にね、劣化が進んでベチャベチャになるとね、もうこんな感じで、見比べるとこれ、もともと同じ禁止瓶だったんですけど、乾燥するとこんな感じになって、乾燥する前に劣化してベチャベチャになるとね、こういう感じになってしまって、どちらかというと、ベチャベチャになると、羽化不全、溶化不全の確率ね、ぐぐっと上がってくるんで、本当はもうこうなる前というか、やっぱ禁止瓶は、遅くてもね、4ヶ月くらいで、交換できれば、本当はね、理想ですね。特にオオクワガタみたいに、800ml だとね、ちょっと狭いかなっていう、それこそ 70ml、80ml になるようなね、大型の種類だったら、狭い禁止瓶でね、放置すると、マジでね、良くない。まあ、今回みたいなね、ことが起こるのでね、まあ、今回の動画、800ml で、オオクワガタ、放置するとね、こういうことが起こるんでね、マジで気をつけましょうっていう反面教師の動画になりました。今回掘り出したね、オスはこんな感じだったんですけど、メスについてはね、一本でもしっかりね、サナギ成虫に羽化してたりとか、まあ、今回ね、掘り出したこの5匹は、まあ、ボトルのね、状態が悪かったりとかね、溶質の作り方がね、悪い個体を優先に選んで、今回掘り出したんですけど、まあ、中にはね、なんとかうまく成虫になった個体とか、まあ、見にくいけどね、こちらとか、ちょっと見えるかな。ここで、中でね、しっかり完品で成虫になってる、同じようなね、管理して、うまく成虫になってる個体とかも、まあ、結構いたんで、まあそれでもね、800ml 1本で多くは、放置はマジでね、おすすめしないんで、やめた方がいいんですけど、最悪ね、放置しちゃって、変なところで溶質作ってたら、こういう風にね、掘り出して、人工溶質にね、移してあげるっていうのが、まあ、まあ、今できるね、最良の方法だと思うんで、こうなってほしくはないんですけど、もしね、こうなっちゃった時はね、こういう対応を、するっていう方法もね、一つあるので、まあ、覚えていただけたらなと
思います。ということで、まあ、今回ちょっとねネガティブな内容になりましたが、まあ、オオクワガタはね、まあ、これからも飼育していきますし、今回ね、まあ、このタイミングで、サナギになったりとか成虫になったりしてる個体以外にも、もう去年のうちにね、去年の夏頃に成虫になってる個体とかはもうそろそろね産卵セット組んでしっかりね繁殖させて飼育をね続けていこうと思ってますのでね、またねちょっとオオクワガタ気になる方いましたらね、これからもね少しずつ情報発信していこうと思いますのでね、楽しみにしていただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。またね次の動画もよろしくお願いします。失礼します。